今回は、日本は G7 参加国という重要な立場にありながら、なぜテロが発生しないのかという点にスポットを当てた記事から。要点は以下になります。トランプ大統領は、イスラム圏6カ国からの一時入国禁止を提案した。これほどヒステリックな政策が米大統領から提案されたことは、現代ではまず見られなかったことである。しかし、日本では難民に関して討論になることはない。もともと、イスラム圏からの難民は受け入れていないからだ。ボルトン元米国連大使も、FOX ニュースのインタビューで、日本がテロの脅威にさらされていないことに、以下の形で言及している。エジプトでは、コプト教徒へのイスラムテロがあった。マンチェスターで起きたテロ事件に照らし合わせて、どうやってテロや難民問題を解決していけばいいのかを考えている。今は、誰しもが、ただし日本人は除いて、真剣にテロの現実と向き合わなくてはいけない。イギリスは3000に及ぶテロ計画を追っており、アメリカも過激派組織の思想に染まった人物約900人を捜査対象にしている。しかし日本人は平和に暮らしており、ポーランドでもテロが起きていない。スロベニアやハンガリーでもそれは同じだ。上記の国はイスラム教徒の移民を受け入れていないのだ。国連難民高等弁務官事務所は何度も日本に難民、特にイスラム諸国からのムスリムの受け入れを勧告したが、日本はそれらを一切受け入れていない。2016年、日本は難民認定申請の 99% を却下しており、認定をした難民のほとんどはビルマからの非イスラム教徒だった。さらに難民たちは数ヶ月間日本文化の訓練を受ける必要があるのだ。以上になります。世界の主要国でありながらテロの被害に遭うことがない日本、それを可能にしているとする日本の移民政策に対して、外国人から称賛の声が多く寄せられていました。